できれば照明明るめでお願いしたいです。手元見えない。どうもウエスタン胸バンドです。バルタンが抜けてから2人だったんですけど、今回はエダちゃんに入ってもらいました。エダちゃんどうもありがとう。まあ時間もそんなにないけどちょっとだけ話したいと思います。まあ2人ともこの夏合宿にはそれぞれ思うものがあって、まあまずはじゃあ西宗からちょっと話す。どうも、あいつの個人の夏合宿お疲れ様です。このバンド、まあセッションでもいいかな、まあこのバンド始まって初めて MC をするんですけど、まあせっかく夏合宿なんでちょっとだけ個人的な話をしたいと思います。ウェイファイト。まあ、あんまり長く話すといぶさい何も話せなくなるんでちょっとだけやるんですけど、まあ、この、まあ、3人ないし、まあ、フケと2人で、まあ、このバンドやろうってなったのが去年の2回戦になる時になって、でその時はでもその時はとでも企画的には1個下のサポートっていう形になってたんで、バンドとしては1回戦、今の2回戦か、今の2回戦のバンドやったんで、でその1回戦が来ないから、まあ、去年は1回戦の B 版でなぜか2回戦しかいない。もうね、存在自体がネタのバンドだったんですけど、まあまあなんだかんだで結局こうやって3人で、まあ、続けてきて、でまあそれでイブサイ終わってぐらいから、まあ、今からやる曲をやろうって話をしてたんですけど、まあバルタンが辞めちゃったんで、まあ正直ショックでしたけど、まあなんとか春合宿はまあ2人で乗り越えて、まあセッションで続けて、まあなんとか夏合宿ちょっと無理をして枝ちゃんにドラムで入ってもらって本当に感謝してます。あと まあこの曲の紹介でもないけど、あまり歌う部分がなくてどっちかっていうと演奏してる量が多いんで、まあ頑張って聴いてください。頑張って以上です。まあ俺もちょっと喋りたかったんだけどな。喋ろう。まあ僕は隣帽子に入って、まあなんていうか2年前の今日ここで初めてこうとんがり帽子の一員になったというか、そんな気がしたライブがあって、まあ今でもその時の動画とか結構見返したりして、うん、見たりするんですけど、やっぱりそのあの日すごく楽しくて、まだその楽しさを超えるライブみたいなのができてないような気がして、それでずっと2年前今日ずっと超えられなくて、だから今日はもうすごく難しい曲やけど楽しくやって、もう順位とかそんなん関係なしに最後に一番いいライブができたと思ってここで締めくくりたいなと思って今日来ました。まあこれずっと西宗と最初に組んだ時から最後はこの曲難しいけどできたらいいなって話ずっとしてて、それを今日もやりたいと思います。クリームでクロスロード。
Thank you.